はい、今回は東工大2023年の問題を説明します。炭素、水素、酸素からなる化合物 A に関する次の記述のうち、A から A を読み、下の通りに答えなさい。だが A は3つのエネルギーを用い、エネルギーの電波以外に飽和結合や環状光と含まない。A は以下のアルコールであり、不正炭素原子を持つと。A と酸は脱水脂肪させると、むしろ330の化合物が得られる。まあ、これやね、アルコールやから、まあ、要はフェニル基 C6H っていう方やけど、これは72ってことで、77やな。77×3 で、21やから231やな。231やけど、330の化合物が得られたということやから、まあ、こう C があって、O と CO、CO、C、ね、こんな構造があるな。で、まあ、これ、酢酸、これは、15と、28と、で16やな、16で、4の9か、10の、2、3、5、59やな、59足したら280、290やな、290やけど、で300から、290したら40やから、まあ、C があと3つあるな。C が3つあって、で、OH があるな。こんな構造ですよね。OH があって、ベニル基が、例えばこう3つついてるとね。で、これやったら、これが59が、77がついて230と、で、36やな。1、2、3、4、5と。1、2、3、4、5だから5足して、16足して、36で1、2、3、4、5で16。今度2で8か。8で1が2上がって、260。231、36。で、ここは OCOC、OCOCSC でな。で、これ計算すると、これは何個なのかな。231と36と1234を足して、これが、59かな。59で、20で、20で、2上がって、何個や、33とか、ぴったりやな。こういうことやから、この構造は、こういうやつね、こういうやつで、こういうやつで、で、ベニル基がどっかについてるな。で、乳酸性で、ニクロム酸化に水を加えて加熱すると、カルボニル化合物が得られる。これはニクロム化合物が得られるよな。で、A を脱水により生じるアルケンには脂質トランス性生体が存在すると。で、ベニル基を3つ。これまあいろいろ考えないじゃないな。これ CCC の OH、CCC の OH で、ベニルがこっち側に3つついた場合な。ベニル3つついた場合。ベニルがこっち側が2つになって、こっちにベニルがついてる場合な。CCOH で、ここベニル、ベニルが2つで、端っこにベニルがついてる場合ね。で、ここ OH で、ここベニル1個で、ここベニル2つって言ってるからね。CCC の、ここベニルで、ここベニルで、ここ OH やけど、1つずついてるからですね。で、CCC の、OH で、2つ。で、こっちが一番端っこについてなくて、ここベニル、こっちベニルで、で、こっちがベニルですね。で、CCCOH で、こっちがベニルで、こっちがベニル2つくっついてると。で、こんなやつもあるし、で、いろいろこう考えていかなあかんな。CCC で、OH がくっついてる場合は、ベニル、ベニル、真ん中に、ベニル。OH がついてて、ここをベニール、ここをベニール、ここをベニール、こんなんだよな。
で、ここを H で、こっちあの全部フェネルやけど、こっちは2つくっついとって、で、2つくっついとって、こっちに1個ついてる場合もあるよな。で、こう、まあ、いろいろ点々点、いろいろ考えます。で、考えねえけど、脱水して、で、脱水して、ニクロム酸パリウム。A の3つのフェネル基をちょっと水素原子に置き換えてしょ、というか、合物。は全て生炭素原子があると。これあのここ H、これ H に書いたらこれ赤やな、ね、でこれは不生炭素原子はここ H に変えたらこれ不生炭素原子なのか、なこれは別なのかな、だけどこれはここ H に変えたらこれダメな、H に書いてダメな。で、こういろいろやっていくんですよね。ここ、H に書いたら、あ、これはアダマな、ないな。ここも H に書いたら、これも、これはこれ不正炭素原子な、これな。これ不正炭素原子な。で、これはここ H に書いたらアダマな。これは OK か。これは、ここ H に変えたら HH やからあかんな。え？ないよな、これ。これは、ここを H に変えたら、これないよな。ここ H に変えたらないと。で、これいろいろね、検討していくとね、これになるな、これ。これな。あの、3つの、変位置、いずれか一つ、ここを H に変えても OK やし、ここを H に変えても OK、ここに H に変えてもみんな生炭素原子があるし、こう脱水、して、アルケミはシストランス生態が出てくるけどな、そうだな、A、B で、C、B で、A のと B、アンドやな。C もっと D が出せますよな。これが出せますよね。で、酸化すると、ここはカルボニックになると。はい、終わりました。